こんばんは。いつも楽しみにしています。質問です。アルザルという惑星はいつから地球内部に存在しているのでしょうか。聖書または竹内文書などにアルザル誕生のストーリーは、記述されているのでしょうか。うん、天地開闢っていう、まあ、いわゆる天地創造ね、はい、うん、もともとこれはもう地球物理学でも分かってることなんだけど、最初はもう煮えたぎってるわけですよね、はい、灼熱のドロドロに溶けたら全てがね、でやがてこう冷えてくるわけだよ、はい、ね、するとどういうことが起こるかというと、まあ、火山がこう、はいはい、うん、そうすると噴煙からは水分があって、はい、まあ、雨が降って、はい、ますます冷えてきて海ができて、でどういうことかというと、レアメタルって言葉あるでしょ、はい、これ鉄を含むレアメタルね、重いんだよ、金もそうだけど、それが比重が重いもんだから沈んでいくんだよ、はい、どん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 沈んでいった一番行き先が核なんだから、核はレアメタルなの、はい、めちゃめちゃ重いんだよ、はい、だからこれは地球ができた時からもうすでにあるんだよ、アルザルは、いや、アルザルというかもう核があるわけです、はい、でそのうちに、まあ、ダイナモ理論っていうんだけど、はい、まあ、難しいことはまあ省いておきますけど、はい、地磁気が、はい、磁力線ね、はい、地磁気がある、はい、でちょうど核の部分から中心から、南極の方に出て、はいはい、地球全体を覆って今度は潜り込む、はい、まあ、あとこうエンドレステープのようになって、はい、となると中心部でクロスしてるんだよ、磁力線が、磁力線が、はい、とか磁力線ってのは本当はクロスしないんです、等圧線とか等高線みたいにね、はいはいはい、クロスしないでしょ、はい、うん、だけど特殊な環境においたらクロスしちゃう、これはリコレクションって言うんだけど、はい、太陽表面ではもうクロスしまくってるわけだよ、磁力線が飛び回って絶えずクロスバークロスバー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 、だから燃えてる、はい、うん、無限にクロスしてるから、うん、これリコネクションね、まあ、つなぎ替えと言うんだけど、はい、まあ、これややこしいからもうそれじゃ、まあ、クロスもどきと覚えててください、はい、うん、で、そうなってくるとプラズマが発生するんですよ、プラズマが、はい、でプラズマっていうのは、うん、壁を穴も開けずに通り抜けることができる、うん、だから例えば、うん、大津教授実験してたのは筑波でね、彼は早稲田大学なんだけど、もう今は名誉教授になったかも退官されましたけどね、筑波に。